夜明けまで語ろう。Can you believe my dream? 愛は求めちゃいけないものさ。愛は感じる。こんばんは。こんばんは。あーでこーで始まりました。久しぶり。久しぶりですね。え、皆さん元気ですか。ね、本当皆さんお元気ですか。ねえ。ていうか、ね、覚えてますかねこの番組。いや本当心配でしょうがなかったもん。ひろえさんが昼やったら、うん、終わったかと思ってる人もいるんじゃない。ねえ、あーでこーで。あーでこーでやりながら、はい、そうですよね。あの4月限定で、うん、スマイルナビってユースト配信番組やって、はい、でそれもあの4月いっぱいで終わったんですけど。ねでそれからちょっと期間がゴールデンウィークちょっと挟んでそうだったから、うん、あれなんかあれでこうでみんな覚えてくれてるかなとか、ね、え心配になっちゃったけど今日全員スタッフみんなでね、うん、宣伝しまくりましたけどねネットでそう細やかに ねいつも以上に本当にツイッターとか、はい、フェイスブックとかそうなんですよいろいろやりましたね、はい、えその成果出てますか出てますかねええああやっぱ今日のゲストの方のファンの方が多いですね、はい、やったそれ救いですねだからさやっぱりこう山田さんとか、はい、広江さんとか、うん、久しぶりとかいうのはないねないねそれがちょっと悲しくないあこんばんは久しぶりだなってあ加藤さんどうもありがとうございますありがとうございます本当 に,、ね、本当にいやでも随分なんかごめんなさい山田さ ん, んどうしたの何がですかえ太ったいや太ったんじゃなくていや太ったのかもしれないけど体が体じゃなくてごめん体え何僕ね今モニター見ながらね、うん、若干顔がね、うん、惚れてるやろに似てるなとか何それえ惚れてるやろ私ごめんちょっと分かってなかったらごめん、はい、分かってる人には分かると思うんですけどあとなんだろう六角精児さんにもこの辺がちょっと似てるなと思って割と丸い顔の人に髪がないんだけどこれねちょっと、うん、実はあんまり触れられないあ触れられないんだはいなんだええこのなんで髪が短くなったかは、うん、今週の丸撮りを見てくださいあそういうこと、はい、だってパンもかけてばっかりだったでしょ本当ですよねああもうさねえでもまあそういう、いろいろありますけど、はい、いやなんかちょっと改めて、その顔とか見ると、ちょっと一番私目に行ったのが立派な耳たぶですね耳たぶはね僕か松井秀喜かぐらいですよすごくこうお金貯まりそうな耳たぶってか、ねね、お金には困らないってよく言われたんですけど嘘ですねあれはでもほらゴールデンウィークたくさんデッキにお客さんいらっしゃったみたいで、まあ、このゴールデンウィークになると、はい帰省してお子さんの似顔絵を描いてもらうって方々がいるので、まあ、やっぱ10年もいると、はいあどうも1年ぶりですねっていう方々と会えるので、すごいそれ嬉しいですねそれ嬉しいですよねえ、はい、久しぶりとか1年年とかちっちゃいお子さんもね、うん、なんかこうお誕生日でとか、はい、1年ぶりに帰ってもらいましたっていう、はい、でもやっぱり子供の成長ってすごいでしょ、うん、この1年って
もう全く変わりますよ、ね。でね、そのね、10年前に、うん、そうゴールデンウィークになると、うん、デッキ401はですね、うん、ウルトラマンショーが始まるんです。で、僕が似顔絵描いてる下、うん、地下で、うんうん、ウルトラマンショーをやってて、子供たちうわーっているわけですよ、はいはい。で、お客さんも、うん、僕がいる1階なんですけどね、はい、1階のフロアから地下が見えるので、うん、こう迫ってくるんですよ。で、最初の頃って、はい、あ、みんな俺の方に向かってくるお客さんがと思ったらどけって言われるどけって言うの？どけって言われて、ウルトラマンが見えないだろうって言われて、でもウルトラマンって言うと今ほらに終わったかな、新津市までね、美術館でね、行きません？行きたいけどな。一緒に僕行く人探してるんですけどなんかね、はい、いやすごくいいよっていう話を聞くんですよ、はいはい。なんかシュワッチとかやるんですか？いやいやいや、何ですもん。ウルトラマンショーはウルトラマンシュワッチ、シュワッチ、あのね、最初のね、ウルトラジャンケンとかあったよね。そう最初のね、ウルトラマンは、うん、シュワッチって言ってません。何なの？初代は。あ、そうなんですか。あんまり言うと、あ、そうかあれですけどね、すごくこう賑わってるなんて聞くし、はい、ウルトラマンなんて聞くとね、やっぱりヒーローですね。そうですね、僕はアンの隊員が好きでね。知らないでしょ、うん、知らない。綺麗な方、綺麗な方、アンの隊員、アンの隊員、アンの隊員来るの？来るの？どういうこと？いつ来るの？誰、私のこと？いつ来るの？アンの隊員来るんだ。アンの隊員ってね、多分ね、青木さんがもうじき出すと思いますよ。違うね、あれ、青木くんも知らないと思うよ。いや、出すと思いますよ。ウルトラセブンのね、最終回なんか感動するよ。私見てたんだけど、私ね、やっぱウルトラマン太郎なんだよね。あ、その世代？そう。来た、アンヌ隊員、ほら。え？ほーら。いや、アンヌ隊員って何？ウルトラマンの時こんなセクシーショットなの？そうなんだよ。ほーら、かわいい。かわいい。わ、ほら。うわあ、もうね、僕は最初に憧れた女性ですね。うん、そう、はい、憧れた子供心にうわーって綺麗だなっていうか、はい、こんな人とお付き合いしたいなとか。いや、そう、まだ子供ですからね。あ、まだ子供だけど、はい、あ、そうだ、ほら、うわー、すごい。何さんっていうの？あて、ひしみゆみこさん。ひしみゆりこさん。ゆりこさん、ね、ゆりこさん、はい。今は普通のいや、はいはい、かわいらしい。アンヌ隊員、なんかおかしくなってきた、うん、アンヌ隊員ですよ。そうですか、アンヌ隊員が来る、はい、はこれは会いたいな。会いたいですね。まあ、ダンも来るってよ。え、本当にダン。まあ、皆さん、あの、よかったらですね、ウルトラセブンの最終回を YouTube で多分見れると思いますので、はい、ええ、ウルトラマンシリーズでちょっとラブロマンス系な、うん、ラブロマン、何これ、ちょっと、え、なんか出てきた、なんか出てきた、ダンって言ったら全然違う人が出たじゃん。そうあ、ダン、あ、そう、諸星ダン、諸星、あ、はい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 、大丈夫、この方大丈夫です。私かっこ、何が大丈夫なの？いや何が大丈夫、この方分かりますね、はい。ということで、新津市美術館の方でね、はい。でも、このウルトラセブンの時に、はい、通信機能がここにあったんですよ。ここに通信機能がピッて、はい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 、ピッて、でそこに顔が出て、ここでこう通信するんですよ、うん。あ、すごいですね。でも今考えてみたら、うん、携帯持ってるんで、うん、ちょっと近い、まあ、近いですね。ね、 あの頃にもそういうことが、うん、はい、なんだ、40年ぐらい前前ですね。はあ、ゴールデンウィーク何してたんですか？ゴールデンウィーク、私ね、すんごい何十年ぶりに寝てました、うん。そっか、レギュラーが終わったので。そう、レギュラー終わったから、私本当に、ね、ゆっくりした、はあ、びっくりした、本当に自分で楽しかったよ。あ、そう、うん、楽しかった。ずっと家にいて、ずっと家にいれるタイプじゃないから、まあね、はい、そういうタイプじゃないんだけど、別にほら、でも今までもなんかちょっと混雑してるとこに行ったりとかしたけど、うん、いや、あんまりなんか普通になんかこうね、うん、お母さんしてましたか？お母さんしてましたよ。はい、もうそれもいいなと思って。もうゴールデンウィーク、お子さんの方が忙しいですからね。子供の方が忙しいです ね、 ね、はい。ということで、あ、番組でコールをまだ言っておりませんでした。そうですよ、それ大事ですから、ね、アンヌ隊員に興奮してしまいましたすいません、私のことアンヌ隊員だと思って今日は。そうしようかな。そうしてください。じゃあ今日のゲストは諸星ダンさんでしょうか？そうですねすごいね。じゃあお呼びする前に、はい、コールしましょう、コールしましょう、はい、はい。山田満、松井ひろえ、アーデコーデ、この番組は異色亭法政丸、あ、これなんか久しぶりだな。
松屋陽気株式会社、串屋風鈴、美容室中山の協力でお送りしています。はい、はい、あ、戻ってきたね。そうね、あーでこうで、あーでこうで、はい、はい、ということで来てますかね。来てますか。もうツイッターにゲストの名前が出てますけど。そう、出てますけれどもね、はい、では今日は初めて僕はお会いします。そうですね、はい、私はね、昔会ってるんですよ。そうですか。それがいつだったかっていうのが、あとどんなタイミング、もしかしたら、多分合コンはないと思うんですけど、はい、なんかね、以前みたいにスキー行こうと思ったら妊娠発覚したってことはない。多分そういう関係ではないかなと思います。はい、では皆さんモニターにご注目ください。はい、本日のゲストの方はこの方です。どーん、浅妻真さん。誠さんです。あ、ごめんなさい、誠さん。誠さんでございます。浅妻誠さん。はい、浅妻さんなんですね。浅妻さんです。浅妻誠さん。浅妻さんの漢字って全部横棒がつながってますね。そこに注目しましたか。はい、ね、はい、ということで浅妻さんなんですけども、はい、まあ、不動産鑑定士であり、サッカーチーム持って監督でもありまして、うん、そしてあのサッカーコラムの執筆もなさってるってことなんですよね。はい、本当マルチな活動されてることなので、本当に今日は私サッカーの話になると多分黙ると思いますから、よろしくお願いします。わかりました。はい、はい、それではゲストお呼びしましょう。はい、浅妻誠さんです。よろしくお願いします。いやー、ようこそようこそ。いい男。諸星ダンではないです。僕の顔相当濃いんで。いやいや、どうも初めまして。よろしくお願いします。名前を間違えまして大変失礼しました。いやいや、ずっと、生まれてからずっとそういう。あ、やっぱシン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 言われるんですか。うん、まあ、たまにひどいのノブってのがあって。ニックネームはあったんですか。ニックネームは、はい、いや、小学校の時は普通に。なんて呼ばれたかな、マコとか呼ばれてましたけど、マコ、朝とかマコとか、朝とかマコとか、そうですよね、だいたい苗字の頭つけられますよね。うん、僕もヤマって呼ばれます。そうですよね、ヤマ、ヤマ、ああ、私もタケちゃん、あの旧姓タケちゃん、タケちゃんっていう呼ばれてね、言われてましたけど、まあ今日は本当いろんな面をお持ちでいらっしゃいますので、はい、いろいろお話を伺っていきたいと思いますけれども、はいはい、何から聞きますか。まずですね、調べたらですね、不動産鑑定士さんで、なんか、すいません、はい、すごくね、柔らかい感じっていうか、はい、もうなんかいかにもサッカー好きっていうか、はい、まあ、昔の方ですると、こう紅白かナンパかとナンパ系の感じがしますよね。正直言うと、はい、でだからそれ不動産鑑定士っていうそういうカッチカチな、はい、なんか肩書きが似合わない、うん、感じがしますが、はい、どうなんですか。まあその同業の集まり行くと浮いてます。いやいやいや、どういうお仕事なんですか。鑑定をするっていうのは、まあ不動字のごとく不動産の鑑定をする仕事なんですが、まあ不動産とどう違うかというと、まあニーズっていうか、求めてるところがちょっと違うので、例えば普通の広井さんのご自宅を鑑定をしてほしいって言うんでしたら、もちろんやりますけども、それよりももっと一般でパッと見て分かんないような複雑なやつとか、はい、うん、そういうやつの依頼が来ます。例えばですよ、ごめんなさいね、この、はい、この、はい、ここのスタジオ、はい、見てくださいってどういうとこまず見るんですか。ここは、はい、まあ居住では使えないので、居住では使えないですか。まあかなり特殊なので、まあ普通賃貸を出すことを想定できるするので、はい、まあいくらで稼げる、借りれる、うん、まあ、そこから収益出して、まあ、そこから利回りってやつでちょっと割り戻していったりとか、そういう感じで、うん、それでどうやって何儲けるんですか。利益はどこから。利益は依頼者から、はい、ありがとうみたいな。なんで普通の人だとあんまり、ね、お金も安くはないので、だからもっと大きなやつとかですね。例えば城、ビル、城でかすぎるな。城買う人いるの。いやいやいや、ビル、ビル、ビルとか、まあビル、マンション、マンションまではないんですか。マンションは、賃貸マンションはね、結構、普通の一室、よく不動産が出してるようなマンションだったら、大体の相場感、まあチラシ見れば分かるじゃないですか、そうじゃなくて、例えばマンションだったら一棟丸ごととか、賃貸用のマンションとか、パッと見て、へーっていうようなやつが、でもね、なんか鑑定士っていうと、例えば、はい、同じね、不動産鑑定士がいて、はい、なんかこう、あの人はこう言ってたけど、あなたはこう言ってっていう感じで、はい、そのなんかいろんなこと、はい、駆け引きがあるんでしょ。まあ、それがあるから、うん、国家で、国で認めた資格というか、うん、感じでしょうね。いろんなお互い、例えばお二人で、うん、
バイバイしようとした時に、うん、お互い自分が、まあ、都合がいいようにというか、うん、今後ここって紛争になるかもしれないですけど、うん、じゃあ鑑定士に評価してもらおうとか、うん、で、まあ、鑑定士がいれば多少のブレはあるけどこんななることはないですね、さすがに。一応根拠がちゃんとありますし、うん、鑑定評価基準というのがあるんで、それに沿ってやらなきゃいけないというね、うん、規則もあるので。不動産鑑定っていうのは、歴史から言うとどっから、はい、できたんですか？ですね、昭和40年代だと思いますね。最近ですよね、きっとね。まあ、僕もちょっと不勉強なんで違ってるかもしれないですけど。勉強って書いて、いや、歴史まで分かんないですよ。道路、日本改造うんたらかんたらとかで、余地買収とかいろいろあるじゃないですか。それ各家さんがやってるんです。まあまあ分かんないですけど、あの時代いいですね。あの時代で、まあ、もともとその公共の取得のための、うんうんうん、が走りだと思いますよね。それできちんとした金金を、あの評価額を出して、うん、まあ、議会の納得を得るとか、うん、例えば、うん、そういった感じですけど、まあ、最近は仕事の内容もどんどん多様化しているので、はいはい、最近、まあ、でもあんまりそうですね、守秘義務があるから言えないですよね、こんな事例があったみたいなのは。はい、え、例えばこんなこと、こんな人にこう、あ、こんな人というか、うん、こんなケースがありましたとか、こんなこと頼まれましたとかって、はいはいはい、まあ、昔だと鑑定士だけ単独のあったんですけど、うん、最近はあのもっと大きなプロジェクトで、うん、中の一人というかと組んで、うんうん、例えば企業を再生、うん、企業再生とかですね、企業がうまくいかないんだけど、うん、ちょっとよく見て、うん、企業を改善すれば、うん、再生する場合が多いんですよ、倒産じゃなくて、うん、その中の、あ、そういうことも一つで、うん、されるんですね、たりとかですね。でも新潟ではその不動産鑑定士何人ぐらいいるんですか？何人ぐらい、少ないですね、40から50あ県内でぐらいですかね。すごい、その中のお一人ってことなんですね。いやいや、すごいですね、そんだけ需要がない。いやいやいや、若い方、僕のね、上ぐらいがない、いないんです、あんまり。下はいる、下っていうか、まあ、下って言っても30半ばぐらいですけどね、そこにガーッと固まってるみたいな感じでしょうかね。ね、いやでもね、あの、あ、いろいろツイッター来てるんですよね。なんか浅妻さんのファン多いんですね。お、なんかこうほら、なんか、え、そのね、浅妻さんがこの番組出るなんてすごいとかね、そういうメールが来たりっていう、はい、なんか今回すごい人たちが見てますね。あ、これ全部僕のやらせですね。やらせ、やらせ、人聞きの悪いなんか。ね、いやいやいや、なんかすごくね、はあ、ナンパ系ってヒロエさんって、あの本当そういう風にこうね、ナウ、8それパチパチパチ、あ、パチ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 、すいません、パチパチパチっていう、言語よく分かんなくて、いやいやいや、そういう風に皆さんね、僕も最近覚えたんですけど、ねえ、本当皆さん宣伝、まあ、例えば分かりやすく聞くと、はい、例えば僕とヒロエさんが夫婦で、はい、で、僕は訴訟して離婚すると、はい、いうことになって、慰謝料を、はい、あの、はい、土地と家を、はいはい、渡すのでっていう時の値段ですか？はい、ああ、いい質問ですね。え、そういうこともするんですか？いや、まあ、あればやりますけど、ね、そういうことなんでしょう、きっと。まあ、それも、まあ、個人で頼むのとしてはそれあるかもしれないですけどね、はい、で、もうひろえさんがもっと欲しいわって言ったところ で、やばい、じゃあ鑑定士さんにお願いしようっていう。あ、まあ、離婚よりも相続が多いかもしれないですね、うん、相続で、うん、まあ、円満に、ね、解決するとこはいいですけど、うん、なかなかそうはいかずのとこもあったりとかして、うんうん、じゃあどうやって財産、うん、分けるんだっていう時に、はい、やっぱ不動産って金額が大きいですから、うん、で財産のかなりの部分を占めるんですよね、うん、でやっぱ鑑定がいるということで、うん、でそういうことらしいよ、ヒロさん。あ、そういうことなのね、はい、え、目が光ったね。 いい方と友達になったそうよね、いやいやそんな感じです。いや、本当そうです。じゃあすみません、ちょっとはい、もう一回あのプロフィールというかの、うん、出してもらっていいですか？はい、でもね、あの、はい、初めから不動産鑑定士になろうと思ってたんですか？いや、僕は、うん、まあ、特には決めてなかったんですけど、はい、バブルの、はい、バブル景気の時すごかった時だったんで、はい、まあ、でも僕大学院に行って、はい、一番なりたかったのはやっぱりその大学に残って教員先生になって楽しく過ごそうかなと思って、うんうん、ゆるく過ごしていこうかなと思ってたんですね。はい、え、でもまたなぜ不動産？ですね、まあ、当時、まあ、父親も鑑定士、あ、お父様も鑑定士ですか？で、はい、まあ、やっぱり後継ぎというか、一人ぐらい長男
次男なんですけどね。あ、次男ですか。あ、そうなんですか。はい、はい、まあだったんです、まあ、それもあるし、はい、あと当時、まあ付き合ってた彼女が非常に、はい、結婚願望が強かったってなって、はいはいはい、まあまあそうですね。光栄学生だけ見たぞ。いいぞ。何も聞いてないですよ。いいぞいいぞ。何にも聞いてないけど自分自ら言いましたね。いいですね。当日はいいですね。この人はだんだん鑑定し始めると思う。私もしますよ。そういう鑑定はあれですからね。まあそうですね。まあそれで。はい。まあ、当時付き合ってた方はあの大学時代にお付き合いだった方ですか。そうですね。はい。関西学院。神戸城学院ってことですね。大丈夫なんですか。ちょっとギリギリですけど。ちょっとその方今の奥さんでは。いや違いますね。正直な方なんですね。いやでもねこの甘いマスクで。そうですよ。もうね、はい、でサッカーやってたんでしょ。サッカーやってたんですか大学の頃。ね、うん、大学はね、うん、や僕ね中途半端ですごく、はい、はい、うん、何やってたかな。大学が非常に無駄に過ごしたんですよね。まあ、草野球やったりとか、はい、まあ、ちょっとかそんな遊んだりして。え、無駄じゃないじゃないですか、ね、いや超無駄ですよ。なんで草野球やって割とこう無駄無駄無駄、え、無駄、うん、こういうふうにハマる時代ではなかったんですか大学時代は。何かに向けて、ダメな大学生の典型で、うん、いわゆるナンパ系だったんですか。ナンパ系というかその景気も良かったので、うん、もうアルバイトで、うん、もう金額の単位が1万円なんですよ、うん、あ、そう、まあ、どんな簡単なバイトやっても1万円なんですよね、うんうん、はあ、だからそうですよね。あの時も私も名古屋にいたけど倍、うん、時給いいんだもん、うん、ね、そうなんですよ。時給めちゃめちゃいいんですよ。そう、まあ私就職大変だったけど、就職まだいい時ですねきっとね。いやもうすごかったですよ就職。だって僕就職活動も全然ハガキも送ってないのに、うん、ガンガン来るんですよ電話とか。で頼む、一度でいいかなってくれみたいな感じのね。そうなんですか、まあ、すごいんですよ。で次のゼミとかに行くと、うん、そのゼミの時に何をご馳走になったか結構みんな言い合ってて、うん、え、何ご馳走してもらうんですか。いやいやもう当たり前ですよ。ほんでまた、ね、会社訪問の会社訪問じゃなくて、うん、OB が会ってくれみたいな感じで、うん、とりあえず呼んでどん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 ご馳走して、うん、そういう感じでもう超、うん、今じゃ信じられない、おもてなしですよね。じゃあね、もう食べで飲めみたいな。そうそうそう。でなんかお小遣いくれるんですか。あ、それ食べで、それ食べで。いやでもねなんかねボールペンとかなんかね、あ、ボールペンとかね、あ、でぜひうちにっていう、うちにっていうか、でそれが本当毎晩毎晩毎晩というか、まあそうでしょうね。ねえ、すごい ねおかしな時代でしたよね。はい、ねえ、そういう時代もあったということですね。広江さんお金の話には食いつくからな。もうだってこれから先の話食いつけないもん。当たり前ですよね。ある意味、いや今のうちに喋っとかないと、ね、この後存在感消えるんです私。そんなサッカーの話だと、サッカーの話だと多分存在感ない。いやいや、サッカーの話行きましょうよ、うん、そしたら。でサッカーいつからサッカーやってたんですか。うん、サッカーは、うん、あのちゃんとやったって変ですけど、うん、こっち新潟戻ってきて、うん、その横で新潟戻ってきて、はい、ちょうどアルビレックスができたというか、はい、90何年だったかな、7年か8年ぐらい、ね、アルビレオの頃ですか。チームアルビレックスになってたと思いますね。いや、はい、僕そこのとこまで詳しくなくて、うん、その J リーグに入るっていうので、うん、まあ、それ見に行って、うん、それで、うん、まあ、自分でもやろうっていうか、まあ、あの野球やるやつもいなかったし、うん、まあ、じゃあサッカーだったんですか。それでまあ始めて、そっからなんですか。23ぐらいですか。いやいや、もっとですよ、うんうん、僕もっと後6とかですね、きっと。何歳だろう、大学にいて、うん、何人いてたっけな。いや30枚ぐらいですよ、はい、結構。それでサッカーってできるんですか。まあまあ運動ではやってましたけどね。あ、まあまあ、いや私もと中学校とかも高校もやってて、うん、中は、まあ、僕は野球でしたね。じゃあ、はい、野球でいいじゃん、うん、はい。まあ、ね、野球でいいのに、なんでサッカー行っちゃったの。でもサッカーが、ね、熱かったんですよ。あの時僕の中で。え、結構ミハ。いやいや、僕の中で熱かったんですよ。サッカーを見て、アルビレックスを見て。サッカー、うん、まあ僕県外にいたじゃないですかずっと。はいはいはい、で、当時新潟でやっぱりプロチームができるっていうのを信じられなかい、うん。まあそうですよね。うん、そうですそうですそうです。そうなんですよね。はい、で、お、本当に J リーグ分かんのみたいな感じになってて、で家がまあ球技場のすぐ近くだったし、はい、やることなかったんで、はい、あ、近くだったから行けるんだ。初め陸上競技場でしたもんね。うん、そうですね。そこで、はい、ですよ、うん。そうです。それがもう、ね、実は見に行ったんですよ陸上競技場に。はいはい、でサッカーって、うん、
テレビで見るより目線が低いと、うん、どこにどうなってるか分かんないもんですね。そうですね、こう人がこう目の前をこう通っていくだけで、うん、極端に言うとこう行くわけです。上から見てないから、あ、そっかそっか、実はあんまりよく見た時に、うん、なんかよく分かんないな、うん、そうですよね、試合とかでベンチ監督っていうかベンチいるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり、うん、グラウンドレベルなんで分かんないですよね、やっぱりね、うんうん、テレビスタンドで見てると気楽さもあるんですけど、うん、ああこうすればいいのにとか、まあ、好き勝手言えるんですよ。そうそう、まあそうですよ ね、そこに味方がいるからパスしろよとかって思うけど、そうそうそう、同じ目線だとね、いやね、どう何がフィールド内で起きて問題になってるのかって全然分かりにくいんですよね、うんうん、でも何からそのね、私、うんサッカーを、あ、これだと思って、そのスポーツ今新潟で、はい、アルビーがね、うん、J1 だって言って、はい、わーっていう時に、はいはい、だって今までそんなサッカーだってやってたってわけじゃないじゃないですか。そうですね、そういう方が野球でしたからね、こう何から入ってったんですか。まあなんか運動したいなと思って、うん、蹴り始めた蹴り始めたっていうか、そのちょうど一緒にね、なんか見てる仲間もいたんで、うん、そこでサッカーというか、うん、始めて、うん、まあ、ゆるゆるとゆるゆると始めて、はい、そしたらもうどんどんハマっていった、ね、ハマっていったというか、うん、ちゃんとやり始めたっていうのが変なんですけど、うん、その仲間の一人が、うん、社会人リーグに加盟したいとか言って、まあ、それがですよね。だってそういう、あ、うん、目標を持つことは大事ですもんね。そう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 です。最初はね、そのフットサルって言って、うん、女の子ができるような、そういう緩いところでやってたんですよね、うんうん、なんかサークル的なこうね、サークルっていうか、そう、で、まあフットサルと、うん、サッカーっても全然似てるけど違うんですよね、やっぱり、ね、ボールの扱い方も全然違うし、うん、まあ、いやね、僕とひろえさんは野球が好きなんで、うん、野球の事情は知ってるんですけど、うん、野球よりサッカーは条件悪いだろうなって勝手に思ってるわけです。どういうことかっていうと、うん、早起き野球があるじゃないですか。早起き野球、そう、草野球があるじゃないですか、うん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 、で、グラウンドがあれば、うん、野球ができる条件があるでしょ、うんうん、だって早起きサッカーってないじゃないですか。ないですね。ねえ、ねえ、で、サッカー場を探すって言っても、うん、なかなかありそうでなくて、ないです。そうなんですよ。だから好きに、じゃあサッカーやろうかな、行こうかなっていうノリじゃないでしょ。ないね。そうなんですよね。フットサルはできるんですよね。うん、今特に増えてるから、そっかそっか。人数少なくてもできるし、うん、それでフットサル人気あるんですけど、うん、おっしゃった通り、うん、サッカーっていうのが、うん、やっぱり人数がいるじゃないですか、うん、まずね、広場がいる、広場がいる、さらにと相手もいる、うん、それでなかなかね、うーん、その時点でめげなかったんですね。まあ、めげないというか、まあ、うん、僕何でも OK するんでやろうって言って、何でもウェルカムなんですか。基本的に断らないんで、はい、あ、いいよいいよって、うん、それがスタートだったんですね。それがで作ったのがそのジャミネロというチーム、これそうですね、なんかこのユニフォームの、はい、ジャミネロ。これね、ウルトラセブンのね、体重の名前みたいな。なわってます。はい、ジャミネイロ。ジャミネイロ。ジャミネイロ。ね、はい、すみません、ね、すみません、はい、ちょっと刺しますけど、ごめんなさいね。はい、この AS ジャミネイロ、はい、ではですか。この AS って何ですか、これ。はい、AS が何でかというと、はい、まあ、ジャミネイロだと紙幣だなと思って、うん、それで、当時 AS ローマっていうチームが、あったんですよね、うんうんうん、なんとなくかっこいいなと思って、そのエースが何の意味かよくわかんないですけど、で FC ジャミネールだとあるんですよ、フットボールクラブで、もう、うん、FC だらけなんですよ、はいはい、うん、あ、そうそう、だからそういうのつくじゃないですか、なんか FC なんとかとかだと面白くないから、うん、AS、 あ、決して浅妻の A ではないことですか。そうなんですよ、AS、 あ、そうか、そうなんですよね。なるほど、そうも取れますね。そうも取れるって。本当に誠さんじゃなくて新さんだったら新さんだったらエースだけど、本当は新なんじゃないですか。本当はね。本当は。いや、ユニフォームが今 ね後ろにありますけど。はい、これユニフォームは、うん、でもかなりカメルーン感じ。カメルーン。カメルーン。じゃあ何か黄色とね、いやいやいや、でしょ。うん、ね、なんかこう。はい、サッカーのユニフォームって、いやいいんですよ。もうこうやってチーム作るにはもうユニフォームを作ろうと、うん、作ろうと、まあ、ユニフォームないと大会出れないので、大会にもう出ようっていうことだったんですね。県リーグに加盟証っていうのは、うん、いわゆる JFA の登録になるので、はいはいはい、うん、公式戦もちゃんとあるし、だとユニフォームいるんですよ。草野球やろうよっていうノリじゃない ね全然違いますよね、うん、全然違うね、ね、協会に入ろうみたいな、ね、そうですよ、うん、あ、もうちょっといいですか、本当素人で聞くんですけど、いいです、はい、
あのそのサッカーで有名なユニフォームを作るとこって なんて読むんですか、このなんかこうアスレタ、あアスレタ、アスレタはそんなメジャーじゃないですよね。そうなんですか、はい、どこブリヂストンみたいなマークもこれ出れれば確かにね、ブリヂストンみたいなマークでしょこれ。確かにね、タイヤかと思ったよ。はいはい、ダンロップじゃないですか。ダンロップです。ダンロップ。で、あれはカッパですね。カッパです。ちょっとメーカー全部違いますね。うん、なんで？いや、なんとなく。まあ真ん中がその初期のユニフォームなんですよ、チームの。真ん中がね。背番号21番だったんですか。そうですね。僕21番。なんで21なんですか。21番は、はい、そのルイス・エンリケって選手がいて、その21番かっこよかったんですよね。どこの人？スペイン人です。やっぱその人みたいになりたいなっていう思いを込めて21番。うん、まあ、まあ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 、やっぱ軽くこの辺ミーハーだったんですかね。なんかスポンサー入ってるじゃないですか。なんかついてますよね。そうなんですよ。ね、なんかね、ちゃんとスポンサーつけて、はい、こうね、これね、うん、あの手に取れると、うん、アップで見るとよくわかるんですけどね、はい、いろんなね細かい小細工聞いてんですよ。ちょっと撮っていいですか。じゃあ、はい、ちょっと私撮りますよ。どれ撮ればいいですか。あの真ん中のやつ。真ん中、はい、これ、はい、これ随分これ何年来たんですか、うん、これは出た広江さんらしいわなんかごめん、なんか本当に3週間ぶりなんだけどさ、おかえりただいま本当にこれはどこら辺がこれがですね、はい、例えばこのマーク、ね、はいはい、見ると、はい、このブラジル代表かなと思うんですけど、はい、これアップで、あ、じゃあちょっとアップにしてもらう。これ、はい、見ますかね、ロイさんと、はい、花さん見えますか、はい、これよく見ると、これ浅妻不動産鑑定って書いてあるんですよね宣伝じゃん。見えるかな、 ASA って書いてある。そうだ、本当だ、はいはい、そう、浅妻不動産鑑定、はい、って書いてあるんですよ。自らスポンサーになってるんですか。いやいや、一銭も出してないですけどね。そのデザイン師がいた人が、うん、シャレでこう作ってくれて、あ、本当だ、すあとは、うん、あとフーデリックってあのね、あ、フーデリックね、ありますけどね、うん、あ、はいはいはい、そのロゴを提供してもらうと日本海商屋か、これは、はい、あのチームメイトの一人があのバイトしたんで、うん、ロゴをもらっていてて、はい、って感じですね。うん、であとそうですね、うん、はい、ああのツイッター来てますよ、はい、ジャミネイロの皆さんに質問です。はい、ナマラの森下氏は戦力になってますか。なってますよ、森下君が入ってるチームなんですね。はい、非常にいい戦力で、なぜかというと、はい、彼はアービーで、あの部費の支払いがいいんですよ。大事な戦力ですね。すっごい戦力ですよ。部費は1ヶ月どれくらいなんですか。1ヶ月なんで、うちらは年間でもらってるんですけど、年間いくらなんですか。年間うちは3万円なんですけど。はい、ダンです。年間3万円。年間3万円、安いですか。いや、ちょっとびっくりした。いや、もっとね、ここ高いですよ。え、はい、3万円の内訳だって、サッカーやる人って11だったっけ。ん11人、ね、プレーする人はね、プレーする人11でしょ、はいはい、11人以上いるわけじゃないですか、はい、その人たちが3万円取るんですよ、はい、取るって言っちゃダメですよあの部費で来るわけないんです、ね、まあ、そうしたらそれ何に使う。あの教会の登録費とか。教会には登録ただじゃできないんですよ。いや、サッカーお金かかりますね。野球がいいわ野球いくらだっけ。野球だって早起き野球より参加1万円だよ。そうだよね。だから皆さんに1000ずつぐらいもらえばいいんだよ本当だ。あとボール代買えばいいし。そうだそうだ、まあ、ね、そうで3万円と別ユニフォーム別でしょ。料金も別っていうか、ね、まあまあこれチームで持ってるんで、まあ、初期投資の時にいますから、ね、まあまあまあいいでしょ、3万ね。ちょっと待って、森下君戦力。戦力。戦力ですね。戦力はその、森下君ね。森下君出ました。あ、ひどいですね、これね。森下君、もしよかったら、ね、あの連絡ください。ね、で、あとあの、うん、この番組にも出ていただいた梅山さんもチームですか。はい。あ、これは本当の戦力です。本当の戦力。本当の戦力では。それはそうでしょう。そうですよね。ねえ、はい。で、監督が、監督？監督僕です。あ、はい。浅妻さん監督で。はい。へえ、はあ。こういうノリでもいいんですね。あ、そっか、広江さんも監督してるもんね。いや、私だってそうですよ。本当だ。私だって監督ですからね。あ、ほら、監督の。これだいぶ髪の毛厚いですね。どれですか、どれですか僕この重苦しい男です、はい、これちょっとみんな来てる、みんな来てる。本当だ、え、チーム何人いるんですか。うち30人ぐらいいます。
30×3は90万ですよ。早いな。90万でスポンサー広告入ってんですよ。いやこれね一銭もらってないし、あのこれね県リーグの、まあこれ本当ダメなんだけど、4部で勢いで作った時のやつなんで、本当はね広告で言うとリーグにお金払わなきゃいけないんですよ。いろいろ大きさによって決まってて、この番組残りますよ、いいですか。使ってないんで。へえ。このユニフォームは、まあまあ最初の頃これで、まあ草サッカーの延長でやってたんですけど、まあこんな派手なユニフォームで、でちょっとチーム強くなってきて上のレベル目指す時にユニフォームをきちんと揃えようっていうのでこれ作ったんで、これだからすごいシンプルなんですよ。余計な広告ついてないし。え、すいません、あのサッカーの縦島横島って何か意味あるんですか。ないです。え、もう好きなデザインでいいんですね。そうです、そうです、好きなデザインで。29番なんですか。いや僕20、これたまたま空いてる背番号。あ、本当ですか。あの去年で対談した選手のユニフォームがうちの事務所にあったんで、はい、去年対談した方が29番。29番。あら、29番っていうのはうちのこのスタッフにもいろいろと。あ、そうなんですか。そう言いますけどね。いやいやいや、これ以上言えませんけど。サッカーって、はい、あの何番から何番とか決まってるんですか、登録できるその背番号とか。あ、本当だね。一応、ね、30番以内が望ましいっていうふうになってますけど、30番以内、ね、望ましいになってますけど、まあまあ大丈夫ですね。でどうなんですか、チーム強いんですか。チームは強いですね。まあちょっと待って、そうですよ、聞いといて。えって何ですか。あのすいません、あのね、はい、あのまあ、野球、草野球、私草野球、はいはい、ヒーローズっていうチームがあるんですけど、はいはい、あの早起き野球で新潟市の早起き野球大会で、はい、1部2部3部があって、はい、3部下の方の、まあ、3部なんですよ、はい。でまあ、だからまだまだ上はいるんですけど、うん、サッカーでいうとそのランク的にはどうなんですか。その上だと思いますね。早起き野球のよりも上な子。でも県大会とか行っちゃう、北信越とか行っちゃうぐらいなんですか。サッカーってこうピラミッドになってるんですけど、はい、まあ野球も一緒ですよね。はい、ピラミッドになりますね。なんかこう、こんな感じになってるんですけど、まあ県の超えて、はい、北信越リーグ、県は超えてもう北信越リーグにいて、でも去年豪華に落っこってきたんで、今年は県の一部リーグってことですね。あ、県の一部リーグで、はい、それって入れ替え戦があるんですか。入れ替え戦、自動降格です。自動降格で、はい。あら、そうですか。何試合やるんですか。リーグ戦14ですかね。14。全員怪我なくってわけにも。いや、怪我だらけ。そうでしょう。平均年齢どれくらいですか。うちは相当すごいですね。あのスタメンの平均年齢30、数えて4とかその感じ。34。結構、結構どころか、これ老人ですからね。老人扱い。それはキャプテン番号だね。これ老人ですよ。これ41歳ですからね。はでもすごいですよ。もうすごいでしょ。今元気ですよ。もっとだからアルビレックスの前身のチームの選手。はい、そうですか。じゃあ、はい、あのぜひあの顔写ってる方紹介してくださいよ。はい、はい、これが、はい、この歯出してる出っ歯が、はい、こいつが金払わないですよ。名指しじゃないですか。何年ぐらい滞納してるんですか。この人の分なんか得意げに払ってたんですけど、はい、よく見ると去年の分まだ払ってないという。そうですか。3万円を1万5000とかそういうわけでもなく。それでもレギュラーなんですか。ね、まあね、なかなか性格と、うん、そのプレーが一致しなくて、うん、プレーはいけるんですよね、はい、残念なことに。そういうことなんですね。監督って大変だ、ね、でも監督までやってですよ、ね、で今なんて今日すみません、あのお持ちでいらっしゃる雑誌とか、はいはい、うん、なんかサッカーコラム書いてるんですか。そうですね、うん、これは月刊新潟。これ月刊新潟ですね、うんうん、月刊新潟 で、サッカーコラムってだって普通の人じゃ書けないでしょ。いやいや大丈夫ですよ、日本語を喋れればいけます。いや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 、俺すぐ出せない。僕本当に最近というかここ2年ぐらいでサッカーのルール覚えたんですけど、はい、どんなページなんですか。これですね、これも連載もね、はい、83。そう、フットボールジャンキー、はい、まあ、これ僕がつけたタイトルじゃないですけどね。サッカーフリークエッセイ、フットボールジャンキー、うん、はい、これアルビについて書くんですか。昔は自由に書いてたんですけど、はい、リニューアルした際に、はい、まあ、なるべく
あのアルビのこと書いた方がいいかな と, いいとまあ編集長は10に書いていいよってみたいな感じなんですけど、これすごいな、文字数多いですよ、うん、へえ、普通の高校生に、あ、これね、これちょっとね、野球のこと書いたんですけど、ずっと、これでもこう一冊の本にまとめられるんじゃないですか。いやね、だって83でしょ、ね、え、今が何年前ですか、じゃあ始めたのって。12で割れば出ますかね。ね、はい、出ますよね。計算してないってことですね。違ったね。途中でやめてるって。やめたね。いやでもその始まりは？うん、始まりは、うん、いや、人に紹介されて、うん、書いてもらえませんかみたいな感じのやつでだったと思ったんですけど。でも人気だからずっと続いてるんですよね。うん、どうなんですかね、人気あるのかどうかちょっと分かんないですけどね。すごいですね。いや、そういうことでしょ。でもね、結構いろんな人読んでるんで、はい、例えばうちのこの担任の先生とか結構ね、それいろんな人っていうのも身近な人じゃないですか。そうなんですよ、結構ね、はい、内容結構書くのに結構それ聞いてから、うんうん、あんまり順に書けないですよ、ね、そうですよね、あまりとりあえず取って出しなんですね。やってみたらこういう反応だから、うん、こうしようかっていう、そう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 、なるほどね、薩摩派の性格がだんだん分かってきて、ね、うん、で、じゃあ他に、うん、他はね、あとね、はい、これ昔の雑誌ですけど、はい、まあまあこういう J サッカー雑誌ですかね。これ J サッカーってなんか J サッカーってテレビ番組の、あれそうなの？まあ似たのいっぱいありますよね。似たのありますよね。ね、これだってあらなんか立派な本じゃないですか。ね、はい、全国紙でしょ？これ全国紙ですね。え、でも2007年で書いてありますよ、これね。そうそう、これも廃刊になったんです。あ、そうですか。でも全国紙ですか。全国紙ですよ。全国紙。J と間違えるから J ってでかい、そうそうそう、 J って書いてますからね。そうなんですよ、これがね、うん、ものすごい、どこですか、またまた探してます。いや、これね準備してなかったんですよ。これね、今のね、うん、これ今の今もアルビにいますけど、はい、矢野紀章の、はい、これがめちゃめちゃ長く書いて、これ多分引き受けた中で一番長い文字数になって、これ6000文字だったか7000だったか、なんかすごい、うん、文字数で、これ初めて編集者がついたんですよ、編集者がついて、うんうんうん、これで部費は部費いやまあそれギャラ部費、いや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 、そういうことで、いやでも、はあ、これね、うん、そうなんですよね、結構サッカーを文字にできるってすごいな、すごい、そう、いやすごいですね。ちょっと刺激受けるよね、これはね。ジェイスサッカー懐かしいってことですけれどもね。まあ、今は何なんですね。あ、そうなんですね。どういうところを見ますか、大体サッカーの。選手を見ますか、それとも、総合的なところとか。サッカー。うん、その文字にする場合に読んでもらう人が、あ、これなるほどって思うために。でなんか新聞に出てる梅山チェックみたいな試合の分析はしないっていうか、はい、タイムラグもあるんで、はいはい、まあ、本当にコラム的なやつを、お、多分こっちとか、まあ、自分、まあ、サッカーに関連するのを書いたりとかするので、はい、試合分析はしないですね。じゃあどういう目線で、目線っていうか、まあ普通にぼーっと考えて、まあ、なんかに加工つけるっていうか変ですけども、サッカーとなんか結びつけて書いたりとか、はい、まあ、マッチレポートも書いてくれって言われ書けるかもしれないですけど、うんうん、まあ、そんな多分面白くないと思います、僕書いても、はい、あのね、うん、野球が好きだった、でもまたサッカー で,、はい、でこれだけこう、はい、サッカーにハマってる、はいはい、サッカーの、野球にはないサッカーの面白さってどこですか。なんでしょうね、うん、私ね、やっぱり野球なんですよ。あ、でそのサッカーの面白さを知りたい。あら、いや、まあね、俺は最近分かってきたよ。サッカーが面白くないとは言えないけど、はい、だから分からないんだよ、まだ私サッカー、サッカーはね、うん、まあ、少なくともプレーをしてる方の楽しさっていうのは、うん、フルサッカー、さっきのフットサルとの違いにもなんですけど、はい、フルサッカーの場合って試合時間長いんですよ、うん、で長くてどんなレベルのサッカーでもやっぱね、うん、あのいい時間帯と悪い時間帯があってて、うん、それを苦しい時間乗り越えて、うん、いい時間持ってて勝ったりとか、うん、そういうのはやっぱ嬉しいし面白いし、見てる分にはまあいろいろ選手がこう駒のように、こう駒のようにっていうかこう動いて、うん、まあそれ見てるの楽しいですよね。野球のように、うん、野球って局面局面じゃないですか。そうですね、うん、局面局面だけども、はい、サッカーっていうのは、まあ、常にこの人の動きで釣ったりとか、まあそういう感じの、
だからね、うん、この3人がフィールドにいるとするじゃない、うん、こう自分がボールを受けた時に誰にパスしようかなっていうのがね、うん、ピッて見たらそこにあ広井さんがいるっていうのが、うんうん、本能で分かったりするでしょ、うん、っていうのがね、で彼女はきっとこっちに走るなっていうのが分かったりするわけでしょ、うんうん、そう先読んでピュッてこうパスするでつながるっていうのが快感らしいですよね、うん、そうですね。あとは点がさっき入んない、うん、そう私ねバスケットとかやってるからこう、うん、やっぱ点がいっぱい入ってほしいわけですよ、まあ、それもなんかクラシックのよく例え聞いたことあるんですけど、うんうん、クラシックのあの何でしたっけ、ベートーベンとかのやつも、はいうんうん、あの、うんはい、壮大なフィナーレを聞かせるのに、はい、地味でも行くじゃないですか、それみたいなもんで、はい、そのずっと溜め込んでる時間が長い分だけ、うん、ゴールの時に一気に発散できる。ああなるほど、だから見てこれあと旗上げんだ、そうそうそう、旗上げるわけですからねフラッグ上げるのね、そうそうね、ごめん、なんで MRK さん、ひろえさんがうちのおかんと同じこと言ってるけど、はいいやいやいや、これはねサッカー見に行くと分かりますよね、うん、だんだん面白さが分かってくる、はい、ちなみにですね、うん、私、アルビレックスのゲームをですね、うん、ビッグスワンで、うん、一度も勝ったシーンを見たことがないんですよ、うん、あこれは相当ストレス溜まってますねで、はい、この前行けなかったんですけど、うん、テレビ中継やってたんですよ、はい、でテレビでビッグスワンの中継を見てて、うんうんうん、やっぱり負けました。いや見ないで。この間はねテレビでもすごいストレスを感じさせるゲームでしたけどね。この前って言うと FC 東京ですか。FC 東京戦ですね、はい。もうかなりね、はい、もうすごいあれはもう今までにないぐらい。まあ東京からするとねもうプラン通りなんでもう。まあそうですよね。わっしょいわっしょいでしょうけど、ね。もう点が入る匂いすらしなかったですね。もうそうだし、もう東京のゲームプラン通りですよね、うん、落とし穴作っててそこにもう目の前で目の前で落ちたみたいな感じで、そう落ちがぴったり合っちゃったっていう、いやもうこういう落とし穴作ってて、落ちるといいなっていうところで新潟がポコーンと入ってた感じ、ね、森下君から来ました一番得意な相撲だったはずです。私もそう、僕ね相撲強いんですよ、あれ、はい、生田の、 あの事務局の樋口さんも、はい、相撲が好きらしいよ、ね、夜の鑑定士、夜の鑑定士これは何すごいぞこの戦力すごいぞ、ね、夜の鑑定士何をどういう夜の鑑定士え 女性いやそうなんでしょ、これはかしら、ね、表情変わりましたよね、変わりましたよ、ね、表情変わりましたよね面白い、すごい、森下君ろくなこと書かないですね、惚れてますやろ ね俺ほんと似てるって言われるんですよ ねいやでも皆さんどうなんですか、いろいろあのえ、うん、なんかメッセージがたくさん、何散々入れてるわ、ねえ再選がでね、うん、もう話していいですか、はい、これ、うん、何これ CD 浅妻さんといえば、え何 CD ってごめんなさい、CD あ CD 音楽、歌とも歌ってんですか、あこの方も CD 出してるんで、もうライバル、もうライバル意識にありありですか、監督もやって本もやって、はい、え曲もこれね、あの選手の皆さんの、うんまあ、応援歌なんですよね、そうですね、簡単に言うとこうです、はい、スタジアムに行ったり、まあ、いろんなところで僕も聞いたことあるんですけど、うんまあ、野球で言うと、まあ、ジャイアンツの選手が昔ね、うん、いけなんとかなんとかとかって言ってたのレッツゴーレッツゴーとかって言うんですか、ああいうようなもんです、それと同じような、で、あの、サポーターの方々が歌ってるんでしょ、そうですそうです、そうなんですよ、これどうですか、聞けますか、うんうん、攻守にアグレッシブなプレーで新潟を支える新キャプテン、ひどいですね、7番ミッドフィルダー寺川、寺川えだからあの10年経ってるから10枚あるってことですか、そうですそうです、わかります、毎年毎年、はい、うん、毎年聞いてるんですか、ちょっと聞いてみましょうか、メドレーにして、それもやったんですか、ミキシングの作業やってないですけど、はい、
まあ、プロデューサー兼制作、うん、この CD に関しては、うん、またすごい監督的な立場がポジションが好きですね。いやいやいや、まあその山形モンティティ山形チームが、はい、手売りのなんかしょぼい CD 出したんですよ。まだしょぼいとか言わないね、うん、なかなかシンプルな CD 出したんですよ。シンプルな CD 出してて聞いたら太鼓と歌だけで、うんうん、もっといいの作れるだろうみたいな感じになってて、それで作ろうっていう、まあ何でも OK 出すんで。ちょっと何曲か聞いてみましょうよ。ファンの方はたまんないと思いますよ。そうですね、懐かしいんで。ね、これね、後で聞きましょう。これちょっと聞きましょう、聞きましょう。まあ、毎年ね選手の応援歌を歌ってるものが CD になってるんですけど、はい、これってだから新入団の方ってどうしてるんですか。あのまだ分かんないじゃないですか、うん、これ作るのが大体、5月6月ぐらいなんですね。安定してから安定してからっていうか、決まってから多分、うん、安定してからね。そう、うん、じゃあこんな感じでこの選手はこういう感じで応援しようかっていうノリなんですか、うんうんのが、そうですね、うん、昔はそうでしたけど、今はまた人数も増えたりとかするんで、はい、昔はこの人の僕あの作った頃っていうのはもっと人数全然少なかったですからね。少なくてサポーターが増えつつあったんで、うん、まあちょっと収集つかなくなったのと、うんうん、あとはさっき言ったみたいに、はい、山形のシンプルな CD にまあ負けたくなかったしてもっといいの作れるだろうというのは。これねスタジアムでねサポーターの皆さん歌うんですよ ね、 そうなんですよね。すごい、これね選手聞いたら感動するだろうなと思いながら手売りで買わされました。はい、手売りですよ。エリカさん、そうですか、何枚買わされたんですか。そうですよね。いや、私も手売りで売りましたけどね。まあね、はい、ールとかこの CD めちゃめちゃ売れましたよ。これ、売れましたよ。これ公認なんですか。あのあれ公認です。もちろんもちろん、これ自分で出したら大変ですよ。自分で出したらって言われて、ね、ああ、はい、ちゃんと公認でアレックスからも、うん、もう OK。そうですと、あと、うん、まあ、ジャスラックとか、あ、それも、あと、あとその元の曲の権利持ってるアーティスト、はい、勝手にからあの替え歌したら怒られる、うん、あ、そうなんですね。ファビはブラジルで元気そうです。よかった。あ、そうなんですね。実はあのデッキ401に、ね、家族で来てくれてたんですよ。そうなんですね。でお休み中なので、はい、僕ら絶対声かけないようにしようって言って、ね、せっかくのプライベートの時間なんで、すごい目立つ目立つ彼は、はい、すごいフィーバーフィーバーフィーバーですね。ちょうどワールドカップの年で、うん、そのフィーバーノーバーっていうボールで、うん、1個フィーバーっていうのが結構キーワードになったんですよね。それで皆さんの頃はサタデーナイトフィーバーいやいや本当 ねちょっといやまあまあそれくらい僕の頃かで、これどこですか、このなんかこれがなんかジャケット作った人間が、はい、インターネットで勝手に拾ってきた画像みたいな。大丈夫ですか、それは。それ大丈夫大丈夫。一応アルビレックスで落書きしといたから OK だろうとか。まあ当時は分かんなかったんだね。あ、まあこの頃結構、まあ、グレーな CD っていうのはグレーでまあいろいろあってですね、これもですね、うんうん、見えるかな、よく見えますかね、うん、この絵ってアップにしてもらっていいですか。はい、できます。この、はい、うん、この絵、まあ、何ですか。よく見たらなんか、はい、この男がいて、こう腕をこう拳突き上げてるんですけど、はいはいはい、それ見えます、うん、見えます、はい、これも実はどっかの画像から拾ってきて、拾ってきて、で、うん、でこれはあの、ちゃんともっとこの頃は本当に実製作だったんですけど、これもうちょっと販売クラブの完全にクラブのところで売ってやったから、ちゃんとしなきゃダメだってことで、そしたら顔を
サポーターの人に勝手に筋書いたんですよね、うん、でこれはちょっとまずいだろうって言ったら、この一応鼻を高くしといたからって言って、鼻をこういじったんですあ、本当だ、すごい鼻が高いそう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 、だからオリジナルになったんですよ、まあまあまあね、うん、1500円、そうですね、これ売れるとどうなんですか、何パーセントかチームに行くんですか何パーセントというか、まあもちろん制作してる方は、はい、お金は取らないんですけども、これはクラブの方に回してますね、もちろんクラブの利益なんですね、やっぱりチームの調子がいいと CD も売れる、これがすごい売れて、まあ、J1 昇格と重なったのもあるんですけど、はいはい、これ1万枚売れてて、おおすごい、1万枚ってすごいんです、1万枚すごいですね、すごいな、いやでもこれ選手冥利につきますよ、うん、自分のことを応援してもらえるなんて、ね、そうですよね、今の選手も聞いてほしいよく、ね、まあ、頑張ってるとは思うんですけど、ね、結果がねまだいまいち、ねね、え、尾崎ちゃんと聞きたいなって何ですか、あ、尾崎ちゃんとがこの中に入ってるんですね、ああこれ、うん、似顔絵の方も安くすれば売れるのってもういいですあれはもういいです廃盤です、ねあ、これあれですよ、持ってると思うね、え、もうそれ持ってないとね、これいや、持ってなくてもいいですよ、いやいやいや、ね、はい、はい、後で着ようかなと思って、はい、一回ここであれですかね、はい、ということで、一回皆さん、CM でーす、はーい、お腹すいたね、お腹すいた、ごっつおだよ、ひるさん、すごい、ウニ、じゃあ私中田さんのいくらもらっちゃおう、あ、いいよ、あーまい、夜だけではなくて、はい、昼間のランチも大人気の宝星丸さんです、はい、ぜひ皆さん、昼も夜も宝星丸さんにお越しください、見てください、もう食べよう食べよう、お、新入団？はい、お決めましたいやもうサッカーやなきゃなと思って、そうだよね、ええ、もう似合うじゃん、ひろえさん、そうですか、お、ありがとうございます、ね、私ね、ラッキーカラーがグリーンなんですよ、お、そうなんだ、そう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 、だからグリーン見るとちょっとこう、え、モデルっぽくこう何が歩いてこない、いや無理だって背中を見たい、あ、背中見たいんだ、はい、うん、じゃ背中ね、ね、はい、ほら、なんかいいじゃん、どうですか、こ、 いい、うん、こんな感じ、何、くるっとこうターンしていただくとこう、おわお、え、誰までそこ映ってないじゃないのまあまあまあいいですよ、ね、いやいや似合う似合う、そうですか、いいんじゃない、今度サッカーも応援したら、ひろえさん、はい、え、
サッカーも。サッカー何に二度見したのよ。いやいや、サッカーの応援ってなんて走れでいいんですか。なんて言えばいいですか。だから走れなんて言えばいいの。跳ねてるといいですよね。ずっと。え、いやなんかあとなんかなんて応援すればいいですか。うん、打てとかほらピッチャー見てるとか。打て打てとは言いますよね。いやそういうなんかないんですかね。バスケットバスケットってどうやって応援するんですか。何が？バスケット。何かディフェンスとかなんか手上げてるとかなんかほら。手上げる。審判やじってると思う。そう審判とかもするんですか。審判は昔はやってましたけどね。審判まで？審判までっていうか、まあまあまあ。はあ。で自分のチームの監督のみならず、はい、子供たちにも教えてるんですか。そうです。来ました。教えてるっていうか、まあ、うん、まあ手伝いしてるって感じですね。来ました。この方も女子の野球を教えてる方もゲストに来ましたけど、はい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 、よく教えてますよ、ね、いやいや、あの全然楽しんで、楽しんで全く苦じゃないんで、サッカーがやっぱ好きだからもうそうだし、うん、やっぱ子供と接してるの楽しいですよね。そうなんですね。大人のサッカーもやって、はい、子供のサッカーもやるっていうのは、はい、で夜は鑑定してそれが違う。結構自由ですね。すみません、あの本業の不動産鑑定士っていうのは、はい、それはどういうちゃんとお仕事されてるんですか。してます、してます。これは締め手配。締め手配。これはかなり、これね、ちょっと怪しいね、別人のようですよ、これ。いや、ちょっとね、あんまり写真じゃないですね、これ証明写真。ああ。これ世に出したから、うちのスタッフが今度アップしたんですよ。いや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 、これはダメですね。これダメですね。ダメですねって言って。いや、でもよく教えてるなと思って、うん、僕実は真逆なんですよ。はい、教えるのができないっていうか、うん、あ、そう、例えば僕似顔絵描いてるんですけど、似顔絵も教えられないんです、うん、すごい責任感じちゃって、うん、どうしてももうなんか信じられなくて、うん、信じられないってどういうこと。いやいやいや、あの信じられない。野球のコーチとか、うん、まあ、友達もいるんですけど、よくやってるねと思って、うん、いや楽しいですよ。子供は素直だし、やっぱり逆に素直だから、うん、あの嘘じゃないか変なことを教えると、うん、なんでしっかりしないとなと思うんですけどね、一言一言がやっぱり重いので、山田さんは子供の親と揉めるからコーチはできない。それもありますけど。ねえ、あのサッカーはプロアマ協定とかってあるんですか。いや、ないですね、サッカー一切。むしろアマチュアでも、うん、あの2種登録とか、例えば今アルビレックスのユースの選手、まあ、高校生じゃないですか、はい、あでも2種登録っていうのをするとプロの試合出れます。え、だから日本高校野球の、例えば少女がね、文理高校の選手ですごくいいのが、はい、その高校に席を置きながら読売ジャイアンツの試合に出たりとかっていうのも可能。そういうことなんですね。僕あのデッキで似顔絵描いてるんですけど、大体お客さんがお子さんなんですね、うん、で成長していくとね、うん、あの夢を語り始めるんです、子供たち。それで、サッカーやりたい、プロサッカー選手になりたいって言って、うんうん、で気がついたらアルビレックスってなんか来てる時があるんですよ。あ、そうなんだ。多分ジュニアに入ったんですよね。あ、なるほどなるほど。そしたら顔つきが変わったんです。おでもね、急に、うん、急に男の子がしっかりした顔になって、あのサッカーやっぱり、うん、アルビレックスがこう J1 昇格してって、やっぱりあの子供たちもね、あのやっぱジュニアもできたりとかして、うん、その新潟のサッカーも随分レベルも上がってきてるんですか。どう。いや、すごい上がってると思いますね、まあ、僕が偉そうに言うこともないけれども、やっぱり感じ、そんな、いや、もう全然やっぱりアルビレックスっていうそのプロチームがあって、そこのやっぱり指導者いるわけじゃないですか、はい、その指導者が地域の指導者を教えて、うん、その指導者が子どもたちを教えるんで、うん、ここから上から下にこう順にこう来てるんで、もう全然やっぱり、僕の意見じゃないんですけど、うん、北信越のチーフ その育成のコーチいるんですけど、はい、やっぱり新潟がダントツにレベル高くて、で北信越の中から、うん、その上のナショナルトレセンっていうかあるんですよ、全国レベル、はい、そこを黙ってあげると、うん、もうみんな新潟の選手になるっていうぐらい、ただそれだとバランスも良くないから、はい、まあ、まあ同じぐらいだったら、まあ、例えば武井の選手にいたりとかっていうこともあるぐらい、うん、すごい。じゃあ底辺も広がってるし、うん、レベルも上がってるってことなんですね、うん、全然、まあ、上がってると思いますね。めちゃめちゃうまい。どうしよう、うん、岡田記者にも伝えておこう。野球だけじゃなくてサッカーも、ねえ、
ちゃんとリサーチしたらいいよっていう、うん、サッカーはすごいですよ新潟だってプロもいっぱい出してますし、うん、で各年代 A 代表から、うん、あの各年代の代表みんな新潟の選手いますからね、うんうんうん、女の子はどうですかサッカーやる女の子あ多いですよでうちの少年団にも入ってきましたからね、うん、女の子すごい上手いんですよねえそれ一緒の男の子と練習をするでも全然上手いですよ、はい、すっごい上手いですよお、広井さんユニフォーム似合いますよ。ありがとうございます。あの本当3万円払って入団っていうことですね。戦力え。ある意味その戦力。いや私はあの、まあ、戦力っていうのはお金の戦力。そういう戦力、はい、そういう戦力じゃなくて。ねえー、でもいいな新潟のサッカーのレベル上がってるってことは、うん、いつかその日本代表をね、うん、新潟からね。今もね出てますけど、ね。そうですよ、ね。堺豪徳、ね、まあちょっと怪我でね、はい、試合には出場してなかったですけど、うん、A 代表も入ってましたし知ってる木内さんあのね、はい、サポーターの方々ね、新潟の選手が、はい、アルビの選手が、はい、例えば日本代表に選ばれたとするじゃない、はい、うちの子って言うんだって、はい、うちの子たちがうちの子たちがうちの子たちが頑張ってるあでもそれいいかもうちの子たちの感じねペットみたいですねうちの子供たちがへえひろえさん去年いた JNN のマネージャーに似てるええ態度どういうその笑いが嫌だいやこいつでアクセス禁止にしましょうえどういうこと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 いやこれね途中で突然消えてったんで結構レアキャラになってるんですけど、はいうん、なぜマネージャーが突然消えるのなぜ消えたんだろうなんで消えたのわかんないチーム内の恋愛があったとかいやそれはないですねえそれはないのそれはないですね面白いな森下くんもうちょっとちょうだいそれ女子マネージャーいたんですかなんかね突然、うん入門じゃないけど、はい、マネージャーやりたいんでみたいな感じで入ってきたんですよね、うんうんうんマネージャーもやっぱ年間3万円必要なんですかいらないですでもさねえひろえさん梅山さんといいねこの番組出ていただいた、浅妻さんといい、はい、サッカーの人たちっていい男ばっかりですね私もそう思いました野球選手ってどうしてぐらいのさあ、ね、あのねやっぱりね私昔からやっぱサッカー、はい、野球いや野球坊主じゃない、はいはい、坊主で、でやっぱサッカーは、うん、やっぱりこうちょっと長めじゃないですか髪の毛髪がねそうそれでやっぱりこうやっぱ硬派とその逆みたいな、うん、やっぱ今でもそれあるじゃないですかねあるのかな、うん、でこうなの野球いや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 、ねえうん、みんななんか松井秀喜君みたいな顔してるでしょゴツゴツしたさいやそれねそれちょっと野球選手今のちょっと違うよ、まあ、だんだんね、うん、スマートにはなってますけど、うん、まあねやっぱちょっと違いますよね、うん、なんかねなんでしょうね、うん、サッカー文化とこう野球の文化って、ね、この爽やかな感じがねえなんですかね最近の野球どうなんでしょうね最近野球はあんまり最近しないんですか？いや僕早起きね、うん、一部リーグはえ一部リーグなの一部リーグなんですようちのチームうちのチームって何ていうチームですか、はい、南調剤薬局 M って言うんですけど何か一部リーグなんですよどこ守ってるんですか佐藤さん僕は、うん、内野ですねキャッチャーでもいやキャッチャーじゃないですよ全然ないですよキャッチャーやってこないですかねキャッチャーはできないです僕できないできないですキャッチャー絶対できないです、はい、いつでも僕らのチームうんキャッチャーいないんですよねキャッチャーいないんですよ、まあ、ねえキャッチャー難しいですよもうキャッチャーできないですね、はい、子供の時からだって目の前でバット振ると邪魔じゃないですか、まあそうですね、余計なことすんなよみたいな感じで無小中がキャッチャーだったんですよそれすごいですよなんかこう悔しいなんでもなんかねそうでしょなんかね顔はイケメンだしそうでしょ夜の鑑定士でしょ鑑定士子供を教えてるでしょ昼の顔出るの顔が満開でしょそうでしょで大人のチームの監督でしょで子供からも人気者でしょ、うん、でしょなんかちょっと弱みないんですかいや弱みだらけですよもうううちの練習見ると広いですよえ、はい、うちのジャミネーノの練習で僕が動いているのを見ると僕の扱い方ひどいんで、はい、なんかないですか浅妻さんに関してなんか、ね、何もないのがすごく悔しいですよね森下くんが頑張ってるぐらいなもんさ他にないのいアクセス禁止になりましたからフェイスブックからアクセス禁止になったんでいや、ね、サッカー選手はなぜイケメンが多いか本当ですよちなみに夜は飲みに行ったりとかするんですか、うん、行きますよ
どういうところに行きます？宮古屋ですね。宮古屋が暑いんですよ。焼き鳥の焼き鳥の宮古屋でしょ、はい、あね、そうですよね。僕も行きますけど、うんうん、僕が行くところはちょっとこの辺の焼き鳥屋さんなんですけど。あれもありますよね、はい、いいですよね、あそこいいです、美味しいんですよ、ね、違いますね、やっぱり行くところが、ね、いやでもね、こう表情見ててもね、はい、もうスタートしてからずっとこの表情ですよ。いいですよね。でなんか全然こうね、あの落ち着いてて穏やかでっていうとこで、はい、なんかないのかなと思って、はい、私いろいろ見てるんですよ、はい、何もこうね、ツッコミどこがないって、ツッコミどこがないっていうのは悪いとこがないですね。決定見つからないですよね。そうですよね、はい、いやなんかですね、体硬いですからね。体硬いんですか、ね、何でもなくす、うん、あ、そう、僕何でもなくすんですよ、ね、僕携帯とか、うん、何でもこう置く癖があって、うん、時計とかも全部だから、もう時計してないんですけど、うん、ロレックスがつけてたんでしょ。いやいやいや、そんなつけてないですよ。何でも僕鑑定士はロレックスぐらいつけてるんじゃないですか。いやいや、で僕、うん、財布今まで、あ、ヴィトンですか。いやいや、なかったから、そうそうそう、あ、早いね、そういうの。あ、ビートになってかもしれない。札幌から九州から東京から大阪から全部宅急便でみんな送られてきたんですよね。忘れちゃって。でもね、なくしてても届くんですよ、はあ、ちゃんと中入って。なんかいいですねっていうか、はあ、すごいですね。これはなくしたって言わないと思います、帰ってきたんだったら。ああ、そうかもしれないですね。ちゃんと宅急便で届くんですか。すごい、届くんですよ。なんかラッキーですね、なんかもう、うん、なんか恵まれすぎ。本当にね。ちょっとその分分けてほしい。いやいや、全然恵まれてないですよ、本当に。はい、ね、でもまあいろいろお話聞いてきましたけど、はい、あ、ほら、誠さんの高校球児時代の丸坊主。いや、僕高校球児なかったですね。あ、僕丸坊主屋で野球やめた。いや、僕ね、野球部入ろうと言った時にみんなで行こうって言った日、寒かったんですよ、うん、来週にするわって言って、うん、それから入りそびれて、で、ま、高校の時音楽部だったんですね。音楽部、はい、軽音とかなんかそんな感じですか。軽音がジャズやってて、僕、うん、うちの高校は軽音がジャズだったんですよね。で音楽部はロックだったんですよね、うんうん、ええ、はい、はあ、はい、僕今坊主ですよ。野球してるわけじゃないのに坊主ですよ、まあ、これちょっとね、事情があって見せられませんけど、うん、まあね、はい、次回ぐらいは、はい、うん、でもまあいろいろ今日サッカーの話を聞いたようで、なんかお金の話ばっかりしたような気持ちで、なんかすごくこう、はい、私もね、こう話の進め方どうだったのかって後でスタッフから言われて、やっぱりでもね、やっぱり惹かれるでしょう、はい、女性もね、うん、一緒になんかいると、うん、あ、なんか素敵って、私多分2人きりだったら照れると思う。そうでしょ。まず照れることないからね、私ね、僕と2人きりならまず照れる。はい、何、え、じゃあこいつよく覚えてるな。忘れ癖がひどくて、去年は試合で3試合3選手ほど登録忘れて、ひどい。いや、そうなんですよ。いや、あのね、スタメンを前の日このどうしようかなと思った時、迷った時、バトのスタメンは丸、うん、あの段が2段になってて、はい、スタメン丸丸丸、うん、で控え丸丸つけなきゃいけないんですよ、はいはい、でどうしようかなっていう選手はつけてないんですよね、僕ね、うんうん、で試合の直前に出すときに丸、あとはもうパソコンで打っとくんですよ、うん、確定で、うん、だから森下なんて迷わずベンチですよね、はい、ただベンチ、はい、まあ、森下とかはまあ丸とか、うんうん、こうなってるじゃないですか、うん、でどうしようかなって当日決めようと思うのは白紙に置くんですよ、うん、で忘れてそのまま出してしまって、うん、いざ交代者の時に、うん、あの印登録されてないから、うん、交代ダメですって言われて、うんうん、あ、はい、その時なんて言うんですか、ごめんとか、なんだからさらっとなんか言いそうですよね、こう。いや、でもそれはね、マジでね、ちょっとね、やばいと思って、やばいと思って、いや申し訳ないと思って、うん、本当に、ね、そこ大事ですよ。もうこうやって書かれるぐらいだから、よっぽどだったんですよね。ね、いやいや、よく覚えてるな。すごいね。こいつまだアクセス禁止になってないんですか。よかった、森下君のおかげで。フェイスブック、少しずつね。あ、フェイスブック、ね、セキュリティ脆弱ですよ、これ。そうですね。こんな顔出しちゃダメですよ、これ。そうですか。あとで、でも、梅山さんにも聞いてみよう。ね、うん、はい、あの、でもどうなんですか、その、はい、今年はもう試合やったんですか。いいじゃないですか。もう試合始めてるんですか。リーグ戦は今週の日曜日からなんですけど、うん、今週日曜日から、その前に、はい、全国社会人選手権っていうトーナメント戦の試合があって、はい、準々決勝、うちシードだったんで準々決勝からだったんですけど、はい、その初戦が、はい、ゴールデンウィークの最初の方にありました。どうでしたか。負けました。ああ、
そうですか。選手がいなくて。いなくてってちょっとなんかみんな予定つかなくてあんまりいなかったんですよ。でどのくらいいなかったかというと、うん、森下が出たんですよまあ1分でしたけどねでうち試合出た選手から500円もらって、うんうん、そのお金を次の日の審判当番の審判のあのフィーに渡すんですよね。さすがにこいつ1分しか出てないんで、うん、500円払おうとしたんだけど、うん、いやいいわって。いや本当金払いいいですね。いいんですよこれ。いいんですよ本当にいい選手です。いいですねお金余ってんだ。いやいやいや。出してあげた方がいいですよ、うん、もっと出せってお金も出してだからやっぱ試合にも出たいじゃないですか。そうです。またこれがまた無様なプレーを繰り広げて、うん、相手ベンチから失笑を起きましたからねもう笑い芸人ですもんねそこで笑いが取れて幸せなんじゃないかなというふうに思いますが。それ違うか ね、うん、いやでも楽しそうですね。サッカーね、うん、楽しそう。サッカー楽しいですよ。でもこれからも50歳になっても60歳になっても、はい、サッカーは続けて。そうですね、多分いるかかってると思いますね。はい、あのどうなんですか、子供たちの指導にこう力を入れようとか、今度はそのチームの、うん、サッカーのチームの監督の方は誰かに譲ろうとかそれいい質問ですね、監督を、ね、譲りたいんですけど、ジャミネイロの、はい、誰も引き受けてくれないんですよ。誰も引き受けてくれないんですよ。誰も引き受けてくれない、監督業。監督業、分かる気がします。いや頼むからやってって言って言ってるんですけど、うん、はい、誰も引き受けてくれない。でもそれは名前だけじゃないってことですね。私名前だけだからの監督だから、うん、全然私のこと変わってって誰かやってくれそうな、ほとんど岡田さん任せですよね。まあそうですけど、はい、じゃあもう全てやってらっしゃるから監督大変だっていうのは。監督はね、いやもちろん僕はね、練習仕切るとか、その戦術のやつとかっていうのは特になくて、ね、梅さんとかねっていうのはもうみんな引っ張ってくれてるんで、そうですよね。そうないけど、やっぱ、まあメンバーの決定とか、あと試合中の交代とか、あれとかやっぱね監督の仕事になるんで、はい、まあ県のね、県リーグぐらいぐらいって言われるけど、だったらね、勢いでなんとかなったんですけど、去年北信越リーグ行ってこれかなわんなと思って、はい、じゃ あの練習はやっぱりしっかりされてるわけですよね。練習は、はい、そうですね、まあ週1ですけど、ね、週1でちゃんとね、週1でやって他はみんな各々、あの、フットサルやってるとかしてるんで、全体で集まるの週1回。週1回でちゃんと集まって、はあ、いやしっかりしてますね。ゴールデンウィークにサッカーの試合って森下君芸人としてはいいのかって、ねね、言われてますよ、ね、はい、いやっていうか試合もだけどハーテコーディも出してもらえないねっていういやこれ、ね、ぜひ出てください今度、ね、いや呼ぼうと思ってメール打ってたら、はいはい、こいつが来ると全部持ってかれるからやめようって言ってプロデューサーがそう言ってということでございます。はい、申し訳ない。ということで、はい、ねどうですか今サッカーもね、いやアルビが調子悪いじゃないですか。はい、あのアルビね。アルビだからそうなるとサッカー熱もこう、はい、浮き沈みがこうあるわけですよね。うん、はい、うん、でもそのやっぱ浮き沈みっていうだから今の時こそこうサポーターの力っていうのが必要なんですか。どうなのか、ずっとサッカー応援しててアルビを見てて。どうなんですか、なんかまあね、よくサポーターってなんでサポーターかっていうとやっぱり苦しい時に支えるのがサポーターだと思うので、まあ、当然必要だと思いますし、僕は純粋にサッカー好きだから、はい、まあ、勝てはもちろんいいし、勝ってほしいけどもちろん、はい、まあ勝負事ですからね、負けることも、まあ、負けるとね悔しいから、あのね、スポーツニュースとか、見ないんであんまりね、見ないがほとんど見ないんで、で新聞も見ないから順位が何か分かんないですよね、アルビレ。あ、今がやっぱりさっきチラッと見に入ったんで、16、17ぐらい。そうですね、そうですね、まだでも下ありますから、そうやね、まだ下のチームじゃ今足りないのは何ですか、アルビに。これね、梅山さんに聞いた方がいいかなサイン出してもらえますか、なんかこうだからどうなんですか、それは皆さんダーってきそうですけどね、こうね、今のアルビに足りないものっていうのは言ってますよ、こうなんか急になんかこうあれですよ、口数っていうか、なんかどうしましょうっていう感じになりまして、まず一つ言えるのは僕が行くと負けるっていうのが分かったので、あ、そう、それやめてほしいですね本当に応援したいんですよ、本当に応援したいんですけど、ぜひね、勝ってほしいな、明るさが必要ですかね。なんかやっぱり負けてるせいもあって、雰囲気も暗いんで、本当に森下みたいなのが入ってくると、またそこ金払いんで。だってしっかり彼もゴールとか言ってるじゃないですか、スタジアムで。彼が
かそこにいてもまあね、まあ、そういうなんかチームで盛り上げてくれるようなやっぱ今人が必要なのかもしれないですね、うんまあ、うちもね去年北千住リーグで最初調子良かったんですよ、うん、で1回負け出すと修正なかなか効かないんですよね、うん、1週間後にすぐゲーム来ちゃうんで、うん、で負けてくると負け慣れちゃって、うん1点勝っててもう1点取られた瞬間に、うん、ああやっぱりいいなって、うん、なんか立て直す時間がないんで、うん、あれメンタルなんでしょうけどね、まあ、キャンプ中断期間あるんでしょうかね、うん、ちょっとあると思うんですけど、うん、そこでうまく立て直したりとか、うん、あとラッキーボーイが、ね、出てくると雰囲気変わると思うんで、うんはいうんうん、そっかじゃあそのラッキーボーイがね本当だ、ね、だからね、メンタルの部分はやっぱねプロスポーツとはいえ多い、うん、キーと思うので、うん、なんかいいきっかけあればいい実はもう下ないんだけどってえ一番下になっちゃった札幌よりいやだってガンバ大阪とかあれじゃないですか札幌負けましたよねそうですよねこの間ね、うん、ライン降格ラインかあそういうことかそういうことかあなるほど、うん、あ中畑そうですね中畑監督あの中畑さんも辛いと思いますよ多分本当ですよ僕ね家帰って泣いてると思いますねカメラないとこでカメラのないとこだよね何が絶好調だよなそうねだから分かるそうなんですよね私は全然分かりません監督でもすいません本当申し訳ないですねでもねサポーター、はい、うちも去年負けてて北千住リーグで負けてて、うん、でもサポーターやっぱ何人か来てくださってるんで、こんなチームでもそれは梅山さんの効果ですかまあもちろんああ森下はないですね森下はない、まあ、あいつの家族が来てることはたまにあるんですけどね、まあ、子供ちょろちょろしてて非常に目障りなんで嘘だけど、はい、まあまあその時も負けてて、その見てくれるわけじゃないですか、うん、で一応挨拶行くんですよ、うん、で挨拶して、うん、なんか拍手で励まされると、うん、ものすごいもう感動っていうか、うん、ああもう次絶対勝たなきゃと思いますよね、うん、あそっかものすごいね痛もう心にもう染みるますよ、うん、ああなるほどねそういうの嬉しいですよ ねそうなんですよ、ね、逆に、うん、去年の、まあ全国大会あ一昨年かな全国大会出て、うん、そのトーナメント戦で、ある県のチームと戦って、そのうち負けたんですよ、はいで負けたチームの相手のなんかサポーターかなんかに新潟さんもっと頑張ってなんか言ったら、うん、うちの選手蹴りましたからね、うんうん、だからやっぱヤジはあんまりね、効果ないかなとあなるほど、ね、選手がね一番悔しい思いしてるし、うんそうですよね、それよりもその時に励まされると、うん、めちゃめちゃ来ますよねやっぱね、うん、アマチュアでも、うん、アマチュアっていうかでもね僕らみたいなチームでも、うん、来ましたからねはあ、もう絶対勝たなきゃと思ってじゃあこういう時こそ、うん、みんなでこうね、うん、応援するっていうね、うん、そうですね、うん、あと子供たちにはどうですかサッカー大好きな子供たちあこれもいい振りですね、はい、ですね6月の第1週にですね、はい、トヨテルサッカー少年団自分たちはいはいはいトヨテルはいいやちょうど、はい梅さんに手伝ってもらって、はい、体験会やるんでぜひ興味ある人来てほしいなと思います、ね、えそれ自分が宣伝宣伝いやいや宣伝じゃないですよいやいや子供に対してトヨテル、はい、昔はその隣の小学校にいたのでテルテルって言いましたけど、はい、やめなさいトヨテル小学校のああサッカー少年だトヨテルサッカー少年団小学校じゃないですけどね今クラブチームなんで あそうなんですかトヨテルも、まあ、トヨテルに限らず、はいどのクラブチームもあちこちから通ってます。そういうこともされて、うん、まあ子供はね、はい、サッカーやっぱり楽しいスポーツなんで、うん今ねうまくできなくても絶対将来うまく、うん、成長を絶対追いつく時はあるし、うん、あと絶対年取ってもできるスポーツじゃないですか。うん、なんで、うん、まあとにかく好きになってほしいですよね。うん私ふと思ったんです。すいません。うん浅妻さんって挫折をしたことあるんですか？いやいやもう挫折だらけですなんかねもうねあの多分その時すごく一生懸命されて、うん、でまたその人生の選択の時にこれだって思った直感の時に、はい、すごく間違いなく進んでる感じがするんですよ、はい、いくらこうドリブルでこんなふうな感じでもいやいやいやもうそうあるんですか？いやいやもう僕よく言うのは高校時代にもう一回戻ってもう一回やり直したいなと思ったりとか俺はねそうですか？そうなんですよ。いやないですか？えいつに戻りたいですか？私ですか？はい、戻りたくないです。戻りたくない。辛いことばっかりだから。もう戻りたくない。戻りたくないですよ。これからどうしようってことですか？ねえ。ねえ。もうこれで戻りたいなと思う。いっぱいありますよ。いやでもこういう浅妻さんだからすごく皆さんついてくるんじゃないかなと思います。そうでしょうね。やっぱり安心感があるので。ねえ。浅妻さんは結局 S 級コーチと、うん、新生地塾。政治塾どちらを受けるか、ね、いやいやどうえ政治の背の字もないですよ僕あえ今度立候補ですかないです政治全く本当にもいいところなんで、あ、そうなんですか S 級っ
って何ですか？ S って。 S っていうのは、うん、サッカーのライセンスが、うん、D からあるんですよ、うん、D、うん、C、はい、B、はい、A、はい、え、もう一回いや ABCD です。ABCD で A が一応トップなんですよね、はい、ただ A の上に S ってのはスーパーなんですよ、うん、スーパー級。でスーパーは何ぞかというと J リーグの監督をできるのは S 級だけなんですよね、うん、スーパーな資格だけなんですよ。なるほどね。僕 C なんですけど、うん、C でもアマチュアの試合だと全然、うん、あの監督としてやっぱ登録ができるんですよね、うん、ただ J リーグになってくると S じゃないとダメなんです、うんうん。そのために審判やってくれませんかって来ませんか？S はね、まあ当たり前ですね。例えば少年たちの、うん、子供たちのね、審判とか。審判とか。審判も走って大変ですよね。審判、まあ子供のやつはね、走力は大したことないんで。そうですか。まあ子供は子供で難しい時あるんですけど。ね、まあ、プレーのミスか。周りとかね。そうそうそう。周りし、まあプレーのミスなのか、ファールなのかが非常に判断つきづらいんで。ね、いやすごいわ、ね、絶対僕なんかもうさ、うん、例えば大型の車の免許取っただけで、うん、バスの運転手させられてるお父さんがいるんですけど、あ、うん、それと同じかなと思っちゃうんですよ、うん、もうあの人もうお父さん免許あるから運転してとかって、あ、俺飲めねえみたいなさ、審判できるからじゃあお願いしようか、ね、あ、結婚式だったら絶対司会だもんね。まあそうですよね、本当。本当そうですよね。でもね、うん、嬉しいです、そうやって声かけてもらって、ね、そう、好きじゃないとできないですね、いやでもね、ほらもうこんなお時間にもなりましたけれども、うん、これからサッカーどんな風に盛り上げてったり、本当だ、その浅島さんの目標っていうか、これからは、うん、目標、うん、まあ近い目標で言うと、うん、ジャミネイロが去年北チェンズリーグから落ちたので、うん、はい、頑張って戻りたいなって気はするんですよ、うん、っていうのは去年入会金含めて50万ぐらい払ってるんで、うん、2年間の猶予でその入会金10万円なんですけど、うん、1年で戻ってくると入会金かかんないんですけど、まあ、そういうせこい理由もあるんですけど、ね、すごい、はい、お金かかるんですよ、すっごく。これは本格的ですよね。そうですね、はい、失礼しました。いやいや、今頃本当に謝っとかないと。いやいや、じゃあその、まあ、目標とか、あとはこうまた新潟がサッカーでこんな風になったらいいなって、うん、だってもうすぐそのワールドカップから10年じゃないですか。そうですね。ね、そうですね、まあ、さっきもね話してたみたいに育成はねすごい結果出てきてると思うんで、うん、あとはトップチームのね、うん、アルビレックスがもっと、うん、もっと頑張っていってとあれだけども、うん、魅力的な試合を繰り広げて、うん、もっともっとねサッカー好きです、いろいさんもうサッカーファンになってきましたからね、もうね、もうあのどっかであのレディースも応援したいですから ね、はい、はい、になってくれるといいなと思います ね、うんね、うん、まあ、サッカー本当楽しいと思うんで、ね、うん、私今ね着てるの忘れてました。いやでもね、なんで振られたか、なんで振られたか私と。でもね、あのね、やっぱさ、新潟をね、はい、新潟も含めてなんだけど、地方が盛り上がるって、うん、例えば美味しいものが、食材がいっぱいあるから、うん、自然がいっぱいあるからっていうことで、うん、それは人が来るかもしれないけど、リピーターにならないんですよ。あ、けどそこにスポーツがあると、リピーターになってくれるんですよ。そうなんですよね、うん、やっぱりゲームがあれば、見に行こう、応援しに行こう、そうそうそう、もしくはプレーしに行こうっていうふうに、やっぱスポーツと絡まないと街も活性化しないので、うん、いや本当そうですよ ね、うん、ちょうどねアルビレックスってすごい知名度がね上がってきてるんで、うん、もっとそのマンチェスターユナイテッドで有名なチームありますけど、うん、マンチェスターなんて新潟よりちっちゃいですからね、うん、あるんですよ、マンチェスターユナイテッド、それくらいわかります、はい、あるんですけど、それで都市規模でいうと新潟よりちっちゃいですからね、はい、でもやっぱり全世界から来るわけじゃないですか、そうですよね、そうか、そういうふうにね、うん、スポーツで、新潟がやっぱり盛り上がらないと、うん、むしろ本当はだからアルビのお客さんが減ったっていうことは、うん、新潟に活力がなくなったイコールかもしれないので、うん、そうですよ ね、そうなんですよ、ね、さっきのね歌聞いてもめちゃめちゃパワーありましたもん、うん、ね、そのプロデューサーということで、そういうこと ね、じゃ あ、 あのそろそろ、はい、今田さん、似顔絵ですか、そうですよ、そういう時間になりましたね、そういう時間になりました、だってその、ね、似顔絵持って夜の鑑定行かないとダメですから、ね、もうね、あの決まってんですよ、お尻がもう、そういうことですね、もう浅島さん、じゃあお渡しします、はい、はい、こうしてプッと上げるといい、 OK ですね、こう、そうですね、お、やばい、やばい、え、何、初めて書いてもらった、いやー、あー、すごい、よく描けますね、
ありがとうございます。すごい。いやまたいい男で。いや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 。すごい。ねちょっと並べてみてください。こう横にこうね、ほら、ほら、笑って。ほら。あら、あら、あら。あのね、浅妻さんね、黒田アーサーも入ってるしね。あまた微妙なとこ出しちゃうんだ。長嶋一茂も入ってるし、なんかね、いろんな要素満載。いろんな人入ってますね。いろんな人入ってるんです、ね、僕もね、書きながらね、誰かも似てるなと思って。なと思ってね、ちょっと要素、いろんな要素満載ですけどね。カメラ目線。じゃあ僕も黒田アーサー。はい、黒田アーサー。ね。はい、僕じゃないんですよ。うん、あーあーね、じゃあこれ持って、じゃあ夜の鑑定にこういう笑顔ですよ。こういう笑顔、そうですよね。そうですよね。風間と風間と入ってるね。これはいいですね。ねすごいカメラ目線 ね。カメラ目線お得意なんですか。いや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 、いやこういう時目をそらすと変かなと思ってね、いや本当爽やかな、はい、なんかサッカー少年。少年って感じしますね、確かに ね。しますよね。はい。うん、本当に、本当爽やかな。ねえ、今日初めてお会いしましたけども、うん、後で電話番号を教えてもらって。あ、はい。ぜひぜひ。また親しくさせてもらって。ぜひ、ヒーローズ野球にも来ていただきたい。本当ですよね。はい、ぜひ、一部ですか、ね、いや、一部ですけど。一部で僕の実力は3部ですよ。ボール投げないし。いやいやいや。ぜひ、いいですよ。だってベンチにいてくれるだけでいいじゃないですか。はい。え、いや、本当ね。ね。うん、うん、うん。本当に。サイン出してください。じゃあサッカーみたいにサッカーサインあるんですか。ないです。あ、なんか来てる。ないですか。苦いお酒。ああ、お酒の感じでね。まだいたんか。いや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 、はい、もうこれで1時間半なりましたよ。そうですよ。どうでしたこの番組。いや前ね、梅さんが出た時に、あっという間だったって言ったんですけど、なんと分かりますね。あっという間でしたか。だって90分ってことはサッカーでフルタイムじゃないですか。そうですね。とてもとても、とてもとても気分的に30分ぐらいでまだ余裕があるってことですね。その余裕を持ってじゃあ夜の街へどうぞ。そうですね。何にもないじゃないですか。ここね、ここはね。いや、ちょっと行けばありますよ。ありますよ、本当に。そうですよ、今もう田んぼじゃカエルの合唱始まってるんですから。はい、いや本当にもうお付き合いしていただいてありがとうございました。はい、でですね、はい、次回なんですけど、はい、皆さんもう3週も待たせません。5月の21日月曜日、はい、夜の8時から、はい、ですね、はい、ゲストは画面に出ます。どうぞ。おお、はい、フルート奏者、はい、フェビトの本宮ひろみさん。ああ、そうですか。はい、素敵な、また僕は初めてお会いする方ですね。もうね、はい、今もう人気の方で、ほんと素敵ですから、きっとフルート持って、はい、フルルルルってこうフルルルルルってこうヘビ出るじゃないですか。ヘビだから、私が吹くと、私が吹くとヘビ出るけど、いや、本宮さんが吹くと、はい、男性が寄ってきますから。そうですよね、きっとね。そういう方ですので、はあ、はい、本当に楽しみです。楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあ最後すいません、はい、一緒に浅妻さんも一緒にお願いしたいんですけど、はい、私たちがすることを同じようにお願いします。はい、カメラに。カメラに。はい、あ、こっちです。そっち。はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ最後にいきます。はい。あ、僕はちょっと見ててください。はい。なんとなくわかると思います。わかりました。多分スタッフもみんな一緒にすると思いますので。わかりました。いきますよ。はい。山田充。松井弘恵。アーデコーデ。この番組は、美食亭宝生丸。松屋容器株式会社。串屋風鈴。病室中山の協力でお送りしました。ありがとうございました。はい、本日のゲストは浅妻まことさんでした。はい、浅妻さんどうもありがとうございました。はい、今度飲みに行きましょう。ぜひ、ね、ぜひ。いや、2人で夜の食べて、ありがとうございます。はい、串屋風鈴さんか宝生丸さんで、はい、じゃあ皆さんまた5月21日です。はい、さようなら。さようなら。Yeah. We can ask for nice day. 今日以上にナイスな日はない。本当本当。
yeah. 夜明けまで語ろう。愛は求めちゃいけないものさ、愛は感じる、yeah. 手をつなぎ、yeah, yeah. We can't ask for a nice day. 今日以上にナイスな日はない。ほんと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 、さあみんなで踊ろう、ハグしよう。寂しくなったらあの顔を見て、なんとかなるさ、なんとかなる、oh yeah 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 yeah。